よし、ではノックするぞ。フリーナ様、私は英英監督のグザビエと申します。どうも。あれ、後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか。それにジオリオ。ああ、ジオリアの人だね。ようこそ。で、みんなお揃いで何の用だい？もしかしてフリーナ、今起きたのかよ。もうお昼だぞ。お昼って本当に天気が良くて太陽はポカポカでフリーナみたいにあったかいよな、うん、この時間まで寝てるのは賢い選択だと思うぞ。僕は昨日徹夜で小説を読んでいただけで天気とは何の関係もないよ。こちらはフリーナ様のために用意した品です。つまらぬものですが、どうぞご賞味ください。そんなにかしこまらなくていいよ。今の僕は一般人なんだしさ。うわー、これモンティナリアムースじゃないか。大好物だよ。それは良かったです。実はこの度お願いしたいことがありまして。お芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで、私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。ん？でもさっき自分が監督だって言わなかった？この作品では私は主にプロデューサーの役目を担当しております。それに私の芸事に対する理解はフリーナ様にはとても及びません。旅人とパイモンもこの英英のクルーにいるの？うん、いるぞ。オイラがスクリプターでこいつはカメラマンだ。カメラマン？それって高度な技術が求められる仕事だよ。作品の最終的な品質にも影響を与える。本当にできるの？ああ、別に君を疑ってるわけじゃないんだ。ただ写真機を使っているところをあまり見たことがなかったから。ならフリーナにテストしてもらおうぜ。もしこいつの撮影にフリーナが満足できたら安心してオイラたちのクルーに入るってのはどうだ？おっと、流れるように話を進めるとは腕を上げたね。でも確かに君の撮影レベルは見てみたいな。うん、いいだろう。この場でやってみるとしようか。撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから君がそれに答えられるかどうか試させてもらおう。まあ実際の撮影では
カメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかは重要だからね。君の腕を見てから決めさせてもらうよ。準備はいいかい？僕が望むものは厳しいよ。じゃあ写真機を持って問題を出そう。構図のコツをおさらいするといい。準備ができたら始めよう。それしたよ。なかなかの腕みたいだ。撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。フリーナはオイラたちを手伝ってくれるってことか？そう簡単にいくもんか。前回の水の娘のミュージカルを経て、僕の名はまた轟き始めたんだから。実を言うと、今回のフォンティナリア AA 祭ですでにいくつか劇団が訪ねてきたんだ。ただその脚本は退屈で興味をそそられなくてさ。もしこうも簡単に君たちの頼みに応じたって他の人に知られたら。
てっきり承諾してくれるもんかと思ったのに。何か不満でもあるのかよ。そのギャラはいくら？え？僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよ。ギャラも重要な判断基準だからね。それは出せるのはこのくらいで。これっぽっち？これじゃあヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられるよ。申し訳ありませんが、私たちクルーの現状からすると。わかった。今の条件では参加するのが難しいけど、好奇心を満たすために一応聞いておこう。うん。何を取るつもりなんだい？小説を原作とした脚本、二重詩です。ん？ちょっと待って。ベストセラー1位になった、あのサスペンス小説？なんだ、フリーナも読んだことがあるんだな。もちろん読んださ。わあ、わかった。永遠の予算をみんな版権の買い取りにつぎ込んだんだね。いえ、そうではなく、小説の作者は私がこの物語をリメイクしたいというと、ほとんど無償でこの版権の利用を快諾してくれました。資金不足は別の理由で。有名になりたいんでしょ？その人にとってモラは重要じゃないんじゃない？私が作った服を着て世界中を駆け回りたいと思っている国際配達員から、あんまりモラを受け取ることはないから、それと同じね。宣伝効果が優に費用を上回ってるもの。フリーナは、この物語が好きなのか？まあ普通かな。ストーリーのテンポは申し分ないけど、人間関係は改善の余地があるだろうね。前に読んだ時はなんだか残念だった記憶があるよ。僕の基準はとても厳しいからね。古本グザビエ、もしもだよ、仮に僕が監督をやったら、脚本と表現上の修正にどれだけの自由がもらえる？それはもちろん最大限の自由を差し上げますよ。フォンテーヌの誰もが知っている大スター、フリーナ様の審美眼を疑うわけがありません。それって僕が好きなようにストーリーをアレンジしても大丈夫だってことだよね。もちろん問題ありません。ふむ、いいだろう。結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとダメみたいだからね。では、承諾してくださるのですか？
柄は僕には釣り合わないけど、最高の脚本は最高の監督と組み合わせるべきだ。ボラが足りないからといっていい物語を台無しにしちゃいけない。最高級のパンとチーズをオーブンがないからって放置してみすみすカビを生やしちゃいけないように。水神様のご加護あれ。これは夢じゃありませんよね。水神様はどこにもいないよ。喜ぶのはまだ早い。